高梨,一樹,です高梨一樹の魔法学校へようこそ。えっと今日は、えっと、ずっとあの水色の魔法をやっていてでと鳥空を飛ぶもの浮かんでいるもの冒険やロマン夢を運んでくれるものの魔法が使えるようになろうということで、えー、授業をしていますがえっと水色の魔法なんだけれども あの、いろいろな色の魔法も一緒に使っているんだよっていう話を今日は、えっ、ー、と、間で入れておきたいと思います。例えば、えっ、ー、と、鳥、遠くまで飛んでいく。 あの冒険で例えば途中で何が出てくるかわからないとかドキドキワクワクするとか、えっと、怖いものにたたと戦うとかそういうのって水色の魔法になるんですけれども、えー、その水色の魔法を使えるようになるために鳥一羽を描くというのでもいろいろな色の魔法を一緒に使っています。例えば、えー、鳥の、あのー、骨格 解剖学的にこう中に入って羽を伸ばした時に、えっと、骨があの鳥の骨がここが、えっと、翼の中がどんな風になっているかっていうのを調べるというのは黒色の魔法を一緒に使っていますそして、えっと、羽って枚数が多いでしょだからそれを一枚一枚地道に。 コツ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 書いていくというのは地道な努力の才能の灰色の才能をあ灰色の魔法を一緒に使っています、あのー、もう才能も魔法も一緒っていう風に考えてくださって大丈夫ですからね で、えー、と例えば、そうですねじゃあ鳥が描けるようになりました。自分のオリジナルの鳥を描くんだったら、えー、とどんな風な鳥にしようかって言って、えー、とじゃあ、えーと、そうですね何がいいかな。絶対飛ばないようなもの。えー、と牛が空を飛んだら馬,馬空飛ぶのはありますもんね。なので、えー、とじゃあ牛が空を飛んだら。 カバが空を飛んだらどんな感じになるかなっていうのを、えー、と考えて であの既存のあるもの同士をこう混ぜ合わせて新しいものを作っていくっていうのは紫色の才能になります。でその決めたイメージ自分のこう直感で下ろしてきたものをじゃあ実際に粘土で作ってみようかとかえっ、ー、とクレヨンで描いてみようかとかっていうふうに考えるのはクリエイターの黄色の才能になります。こんな風にあの すべてはこうリンクしていていろいろなものをつくあの使って1、えー、つの魔法をどん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 こう大きく膨らめていくのであの何の才能を伸ばしていても無駄なものはないのです。で、えー、と例えば青色の才能だと知識の才能なので、えー、と羽根 のあのあどんな風になっているかというときに大雨多いとかあの羽のこう名称を覚えたりとかをしましたよね。えー、そういうことも役に立ちます。えー、と一番大切なのは自分自身がどこにピンとくるか、ワクワクするか、そこのところがポイントになります。それってあの私はゃ これこうすると楽しいよ楽しいよって言ってもあのー、見ている人はえなんでそれが楽しいのどうしてそれ面白いのっていう人がたくさんいらっしゃると思います。それはご自身のあのー、才能の部分で一番自分がこうしっくりくるものワクワクするものときめくもの。 から伸ばしていくことがあの自分のオリジナルの魔法を使える道になりますので、えー、今日はそんなお話をさせていただきました最後までご視聴いただきありがとうございましたアプリシエイト高梨いつきでしたじゃあまたねバイバイ